ちゃん、おちびみちゃんです。ブラックです。ということで、今回もセブニングレバープリン戦にしちゃっておこうと思うんですが、今回はですね、オンライン戦で結構面白い試合取れたんで、まあそちらね、ちょっと動画にしようかなと思います。まあ面白い試合というか、まあ今回一番最初に言っちゃうと、キーパーにめちゃめちゃセーブされた試合、オンライン戦の中でね、あったんで、あと、ちょっとこれ結構ウィレーのアプリのあるあるが詰まった試合かなというのでね、はい、まあ皆さんもこういうのあるんじゃないかなと。そうだね。結構ね、この開幕でね、まあそれと取られちゃうと、萎えるというのはね、いきなりまあ1個あるあるとしてはあるんだけど、まあ、あのセーブっていうとセーブが4ついて、はい、こっち1ついて 2-1 で負けました。なるほど。うわだるみたいなよくあると思うんですけど、まあ、よくある、ね、そう。ただね、結構この試合はなんだろう、あこういうのに なかなかならないような感じの珍しい試合だったんで。そうだね。まあこれ相手の人が 4-3-1-2 かな。そう、 4-3-1-2 仕様で、おもちゃ TV の方がですね5バックのマリンフット使ってるといった感じなんですけど、うん、結構展開としては、まあ、4-3-1-2 はやっぱ攻撃重視で、そうだね、で、まあ、5バックだから、まあ、ちょっと守備重視みたいな感じの戦いになるんですけど、最初のシーンだとここでね抜け出してこのパスがずれて、このねまずパス、まあ、このルミニに止められたのはまあぶっちゃけいいんだけど、これね結構面白くて、まあ、すごいね、あのいろいろ工夫して最後のルンメギのパスを出してるんですよ。まずこれロナウド抜けて、でこのゲームってやっぱりそのダッシュ入れたままパスずれるから、うん、これダッシュ抜くんだよね。かつルンメギの方に体を向けてんだよね。それもでただインサイドパスで流せばもう入るシュートなんだけど、なぜか知らないけどロナウドがつま先のパスみたいな感じでわざと出すんだよ、ね、こういうのあるよね。でもこれねめちゃくちゃあって、でこの後のプレイ見てほしいんですよ。これね、オフサイドになるんですけど、これ見てほしいんですけど、ちょっと停止しますね、この最後のところ、ここ。これオフサイドじゃないんだよね、このシーン。これもよくあるよね。なんかよくよく見たらオフサイドだったりっていう時もあるし、オフサイドじゃないって時もあったりとかして。臭すぎるんだよね。結構ね、判定がガバいんすよね。だからこれは臭い。まあよく、まあアプリあるあるかな、みたいな感じで、PSO だとね、そこまでパスがなんかね、あそこまで整えててずれるってことはそこまでないんですけど、うん、まあ、このアプリだとね、皆さんも多分感じてる人多いんじゃないかなと思うんですけど、こういうところのなんかズレっていうのが結構あるかなといった感じで ね、まあもうこういうのでね、1本調子崩されちゃうと、さっきのね、まあ、2本ぐらい甘いシュート打っちゃうんですよね。そう、てかね、これね、もう1個深い話、多分ね、みんなも思うと思うんですけど、甘いシュート打ってないんですよ。今日はいつも入ってるような感じのシュートでタップしてるんだけど、これめっちゃララと思うんですけど、なんか甘いシュートで飛んでいくんだよね、この試合って、うん、多分ね、これめっちゃララと思う。俺すごい感じるんだよね。なんかいつも入るような感じで入力入れてんのに、あれみたいな、なんかあれなんでこれ入ってないんだろうみたいな、そんな弱いシュート俺打ってないんだけどみたいなのがめっちゃ巻き起こるんですよ、これ。あのオンラインとか、まあ、何戦のうちに1回とか起きて、うん、ああやってね、今もかなりセーブされてるんで、流れがあんま良くないんだよね、こういうゲームって。まあ、まだその相手の人にはね、そのゴール前で何かされたってわけじゃないんだけど、ただここら辺でその自分がその点っていうのを、あのシュートの時とか違和感感じてくると、あれみたいな、ずれてくるんですよ。だんだんこの試合ちょっとくせえぞ、この試合みたいな感じになってくるっていうね、ところで、さっきのシュートもね、まあ、あれはね結構入んなかったりとか普通にするんですけど、まあ、1本入ってほしかったなっていう気がするんだよね。ロナウドがネドベトのシュート、まあネドベトはちょっとコースが甘かったのかもなっていうのが、ロナウド入ってもよかったかなっていう感じがするよね、うん、ここね。でまあ、これは入んないといった感じで、まあ、あれもね多分入ることも多い。そう、あのシュートも入る、運が悪いと入るし全然、うん、まあ、こっちのシュートも運が良ければ入るっていうあれなんですけど、結構ね、まあ、ここら辺のね、あるあるっていうのは、多分、冷凍潜ってれば潜ってるほど、感じてるんじゃない。特にね、まあ、その、冷凍1700以上、1800以上の人とかやったら多分分かると思いますね。この、なんつうんだろう。あれ？何十試合、なんか、これ ね、10試合に1回、2回。そう、で、これ面白いのが、まあ、表 TV の冷凍が1743ぐらいで、相手の方が1400後半ぐらいなんですよ。うん、冷凍差が離れてると、この今のループとかもそうなんだけど、こういう試合になりやすい、めっちゃ。これが要は俗に言うエフェクトなのかもしれない、みんなが言ってる。まあ、ただ、ないんすけど、それは一応公式ではないと言われてるんだけど、ないんだけどね。そう、ただね、信用はしてないんですよ、基本的に。めっちゃ感じんだよね。公式を信用はしてないんで、うん、なんでかっていうと、選手長所の動きとか ああいうので、ちゃんとした動きがどういう風に設定されているかとか言わないじゃん。全く言ってないからね、説明がないから、ね、そう、説明ないし、あと
一番気になるのは、じゃあ選手長所とかがなった時に、監督がカウンターロングパスとかでさ、で選手の個人長、あの長所とかがさ、こう入ってきた時にさ、どっちの動き優先するのって話じゃん。まあそうなんだよね。で、それさ、選手のプレースタイルにも言えるよね。うん、だから、どの動きをしてるのかっていうのが、全くわかんないです。そう。で、これ、どれが優先されるんですかっていうのが、全く説明されてないから、個人的には2020から選手長所っていうのが入って、このゲームは動きがバグり始めたっていうふうに、まあ、おかしい動きしてるんだよね、うん、あの感じるんで、何作か選手長所が全部消していいなと思います、ね、まあ、いらないっすね、うん、間違いなくいらない部分だね。変なそのなんかあのすり抜けとか、あのなんかボール突っ立ってるとか、そうそうそう、これ出てくるかな、これで、これね、なんか変な動きしてるんですよ、これ、うん、これ今完全に足元にパス入れてんだけど、なんかインザーギーがなんか向こう行こうとしてみたいな、だこういうバグが多分多いのっていうのは、まあ、そういうのも少し絡まってるのかなって、まあ、今作も終わりなんでね、まあ、もう言うんですけど、まあ、あの本当に今作って、まあ、縦に当てた時のオフサイドの確率とかね、みんなも多分思うと思うんですけど、うん、ものすごい多くなったんですよね、2020から。で、19の時とか18の時、そんなことなかったんですよね。あのそういうのもあるんじゃないかと。ここのね、ここのね、これなんで、これ多いのよ。このね、細かい調整ができなくて、これカカに出したいんですよ、ここのシーンって。なんだっけ、ラッシュに行っちゃった。だからこれ結構あるのはさ、タップあるあるだよね。あの要するにアドバンスだとちょっとそのこっち、そうだね、あの要はあのなんつうの、思いっきりなんかそのカカの方に、うん、スワイプを寄せればカカの方に行くってことあるんですけど、ね、簡単に言うと細かい微調整ができないんですよね。やっぱりその細かい調整をしていきたいんですよね、もっとその細かいエリアで。ここでも入ったっていう感じで、だから結構そのやっぱり2020、21とかになるとみんな同じような攻撃になっちゃうんだよね、大体がみたいな、あの背負わせて抜け出してみたいな、うん、18とか17ってもっと細かい動きとか細かいそのなんかそれなりの個性みたいなのあったんだけど、ぜひね、そこはね、できなくなっちゃったね。来作ドリブルできるっていうふうに言ってるから、頼むからしてほしいね。そう、あのeFootballフットボールでは本当にあのこのゲームは軽くしてほしい、うん、同じになっちゃうんですよね、あのっていうふうには思いますね。まあ、今回の、ね、試合はセーブされたっていう試合なんで、はい、まあ、その言ってることとはちょっと違うんですけど、うん、まあ、ただね、そういう風な感じに、ね、なりやすいっちゃなりやすく重いとなってしまうんですよね。なるね、うん、まあ、20と21はもうゲーム性がむちゃくちゃ重いゲーム性になっちゃったから、ね、運営のマイクラブがあの2015からマイクラブって PSO で、ね、うん、あの出てますけど、一番重いんじゃないかな。一番重いですね、ダンチで重いです、うん、あの2015からマイクラブとかそういうのやってきた、はい、中で一番重いで、このやっぱ一発ね、めっちゃ怖いですね。これはね、相手の人が上手かったから、ね、でやっぱこれがやっぱり一番怖いし、止められないというか、まあ、何もすることがこっちできない、無理だね。あの攻撃っていうのはやっぱりその負けてる時とかね、そうそうそう、まあ、特に相手の人とか負けてたからポンって放って、で、あの最後にあのハーランの点で合わせる。いや、あれはもうだから1点。このシーンとか見てほしいんですけど、これ集計して、これね、こんな弱いシュート打ってるつもりないのよ。いつも通りの入力入ってれば絶対入るんだけど、なんかああなっちゃうんだよね。最初に 2,3 点ポポンって取れると、まあその一気にね、こっちに傾くっていうのはあるんですけど、まあ最初の方に 1,2 点、まあもしくは 2,3 点取り逃すと結構こういう試合になることはね、まあ、あるあるあるかな。これね、カウンターでこの上がり、これ見て、これムバッペのこの上がりからのこれ、これは怖いですよね。もうやばいよこれ入ってたら。いや、ただでもこれがやっぱり一番有効。あの例えば重い試合とか、まあ、その自分がちょっと不利だなって感じる試合があれば、ああいう感じで駆け上がってのクロス、まあ、やっぱ一番怖いで、相手の人は結構あのそこら辺のね、あの一発こう合わせてくる、ところがあったんで、もうこれ下手したら負けてた。いや負けてたね、あの試合で、まあ、よくねこういう試合でポコポコ負けたりするんすよね。負ける負ける、まああるあるかなっていう感じ、うん、ただね、まあ、さっき見てもらえば分かるんですけど、セーブ7かな。7ですね。だからオンライン戦だと、今作で一番初めてだった。皆さんもね結構いろいろここを直してほしいみたいなね、ところがあると思うんですけど、まあ、インフットボールになってる、治ってればいいんだけどね、まあ、治ってなかった時にやっぱコミュニティとして声を上げてほしいみたいな、フィードバックみたいな感じの声が出てるんでね、まあ、そういうのもあればですね、はい、まあ、今のこの作品でね、なんか気になるところあればぜひコメント欄で書いてもらえればなと、はい、そういうふうに思います。そのままゲルディシャンネル、今回よろしくお願いいたします。でしょー、さらぼー。